了解いたしました。はい、皆様改めておはようございます。本日は第26回の記念植樹祭を開催いたしましたところ、このように大勢の方にご参加をいただき誠にありがとうございます。本日は皆様方ご承知の通り、広く国民がこの苗のここ土がついてる部分ありますよね。あまり深植えしないでください。深植えは深く植えないでください。ここ1センチから土がたまるぐらい。ではどうしてるかというと、例えばワインを飲みなさいと、がんになりません。それからみかんの皮を食べてください。あるいはオレンジみかんの皮をですね、皮の汁をですね、皆さんお茶水で飲んでると思いますけど、そういうものを、水を飛ばしまして、あの粉ですね、ザラザラとした粉、それをテキサス大学でがんの患者さんに入れて、今5年のプロジェクトの研究がスタートしております。2年目ぐらいです。何億というお金をかけてやっております。こういうことはまだ日本ではやっておりません。それで、つい最近ですけど、我々が私と日本の企業と、それと今新しい話ですけど、日本の企業と、それと国立がんセンターで色素ってご存知ですかね、色、いわゆるリンゴ、それからリンゴの色ですね、それからブドウ、ブドウの色ですね、色は分かりますね、それからイチゴの赤いような色、それからワインもそうです。赤いワインは毎日晩酌で飲んでください。これは皆さんの体を良くします。データがあります。ですから、お年寄りの人も赤いワイン、赤いワインをコップに毎晩、今日からですよ、あるいは今日買えなかったら明日でもいいですから、ちょっとあの周りの息子さんとかに言って500円ぐらいでもいいです、買ってですね、あの先生が、浜田先生が言うたから飲むぞと言って飲んでください。見違えるように変わりますから。